皆の者、集まってもらったこと感謝する。近頃リングルの闇付近の平原で魔族の姿を目撃したという報告がある。今のところ襲撃された者はいないが、いつ被害が出るかわからん。そこで念のため、平原付近を通る商人には護衛をつけることとする。采配は将軍以下幹部の皆に一任するが、争いとなるのは避けてくれ。隊長。それにしてももっと情報が必要だな。おい隊長、一度誰かを偵察にやるか。いや、それは将軍が。隊長、さっきからうるせえ。頭が割れたらどうするんですか。あなたはマジモンの怪力なんですから。私死んじゃいますよ。うるせえ、知るか。人が考えてる時くらい静かにしてろ。私の上司鬼畜すぎる。そんなことより隊長、さっきの話やばいんじゃないですか。まさか魔族が出てくるなんて。なんで。機密を盗み聞きしてんじゃねえ。すみません。でも本当、何しに来てるんでしょうね魔族は。よからぬことなのは確かだな。決めた、午後はお前らの訓練を見てやる。いやいやいや、隊長は大隊長にもなってお忙しいじゃないですか。お仕事の邪魔をしちゃ悪いですよ。お帰りなさい隊長。お帰りなさい。どうした副隊長さんよ、顔色悪いぞ。あ、いや別に何でも。今日これからお前らを久しぶりに鍛え直してやるって話だよ。ラウル、あんた何したの。何って何、何も言ったりしてないし。何か言ったんだ。いや、その、あ、そう、最近のみんなは私から見てもたるんでたからさ、これは副隊長としての私からの贈り物。ふざけるな。お前が一番たるんでるぞ。私たちを巻き込みやがって。上官に暴力とは何事だ。おう、ククラ。隊長、止めてください。知るか。無事。うわー。